い、皆さんこんにちは。水彩画家の麻生優奈です。今回描いた作品は新潟県村上市にあります笹川流れという場所です。水の反射がとても美しく、私も現場に行った時にとても描きたいという気持ちになりました。今回の作品のポイントは水の表現です。私は20年間以上水彩画を描いてきましたが、この水の表現はとても難しいと思います。ポイントとしては筆画法を用いるということです。画面に水を張って絵の具を乗せていき、ぼかしやにじみを一気にこう表現していくという技法です。一発描きですので、描く前にイメージをどのように描くのかということを考えて描くことをお勧めいたします。この動画をぜひ参考にして真似ていただければなと思います。それでは動画をどうぞ。
水彩講師の東志郎です。入り口から出口までの長さが、